1965年夏ダイヤでのティーモーにおけるブラウェル・エンツヤンブラウェル・エンツヤンはヨーロッパの列車である。1952年に西ドイツのハンブルクとミュンヘンを結ぶ特急列車にこの名が付けられた。その後1965年には国内列車のまま T の一つとなり、1970年からはオーストリアのクラーゲンフルトあるいはツェルアムゼーに延長されて国際列車となった。 1979年には運行区間をドルトムーンとクラーゲンフルト間に変更して国際インターシティとなり、1987年にユーロシティに種別を変更した後、2002年にこの名前の列車は廃止された。列車名は青林道の井でバイエルン州の産地に分布する林道族の花にちなむ。1951年の会通雲と会55、56、 列車1951年に発足したドイツ連邦鉄道は、この年夏のダイヤ改正で、機動車による特急列車14往復班の創設を計画した。そのうちの1往復がハンブルクとミュンヘンをハノーファー、ビュルツブルグ、アウクスブルク経由で結ぶ、会55、56列車である。しかしこの列車一旦は、時刻表に、7月1日から、 運転と記載されたにもかかわらず、車両が確保できなかったため夏ダイヤでは運行されなかった。そして同年冬のダイヤ改正から、機関車牽引の客車列車として運転を開始した。1952年夏ダイヤ改正から、西ドイツ国鉄は特急列車に列車名を付けることになり、会55、56列車は、ブラウェル・エンツヤンと名付けられた。 1953年12月からは、第二次世界大戦前に、ベルリンのレスデン間の列車、ヘンシェル・ベークマンツークに用いられていた客車が、ブラウェル・エンツィアンに重当された。この時期には、ハノーファー中央駅で、特急列車ローラントと相互に接続するようにダイヤが、組まれていた。この接続は、後の T の時代まで続いた。1964年からは、 1962年に国際特急ラインボルトと国内特急ラインプファイルに投入されたのと同型の客車がブラウェル・エンツィアンにも使用されるようになった。ラインボルトの T 格上げに関する議論をきっかけに1965年5月30日から国際 T と同等の車両を使用する国内列車も T とされることになりブラウェル・エンツィアンは ラインプファイルやフランスのルミストラルと共に T に種別を変更した。1965年夏ダイヤにおけるハンブルクとミュンヘンの発着時刻は以下の通り。E03 型機関車その後1966年から E03 型電気機関車が投入されたことなどにより所要時間は短縮された。その効果が特に大きかったのはアウクスブルクミュンヘン間であり、 この区間では1968年から最高時速 200km での運転が認められた。同区間の時速 200km 運転は1965年のミュンヘン交通博覧会の際の臨時列車で試験的に行われており、ブラウェル・エンツヤンでも1966年から計画されていたが政府の許可が得られていなかった。1968年時点でも 時刻表上は時速 180km で走行可能なようになっており、時速 200km 走行を前提としたダイヤになったのは翌1969年からである。このほかハンブルクハノーファー館などでも速度が向上し、1970年にはハンブルクミュンヘン館の所要時間が1965年当時から1時間以上短縮されて7時間ちょうどになった。 1968年のヨーロッパ自国評会議では、ミュンヘンとイタリアのミラノを結んでいた T メディオラヌムに使用されているイタリア国鉄の機動車が他の T 車両と比べ設備面で見劣りすることが問題視された。この時、西ドイツ国鉄はメディオラヌムを廃止し、ブラウェル・エンツィアンをハンブルク・ミラノ間に延長することを提案したが、イタリア国鉄の反対により実現しなかった。 これに代わって、1969年からは、ブラウェル・エンツヤンの車両の一部をオーストリアへ直通させることになった。同年夏ダイヤでは、ミュンヘンからザルツブルク、タウエルントンネル、フィラッハを経て、クラーゲンフルトへの直通が行われた。ミュンヘン・クラーゲンフルト間は T ではなく、西ドイツ国内では特急列車、オーストリアでは急行列車の扱いであり、 いずれも二等車を編成に含んでいた。1969年から70年冬ダイヤでは、クラーゲンフルトへは乗り入れず、一部の日のみ、クーフシュタイン経由ツェルアムゼーまで乗り入れた。この時もは、ミュンヘンクーフシュタイン間は、特急列車、クーフシュタインツェルアムゼー間は、急行列車扱いであった。1970年夏ダイヤでは、クラーゲンフルトまで T として乗り入れるようになった。 また途中のローゼンハイムで一部の車両を切り離して、ツェルアムーまで直通させた。ただしローゼンハイムツェルアムー間は T ではなかった。1970年冬ダイヤにおける T モロート、ブラウェル・エンツィアン。薄青は、ハノーファーで、相互接続する T ローラント。1970年から71年冬ダイヤでは、以下のように期間によって、運行区間が変わった。 この時からツェルアムゼーまでも T として運行されるようになっている。1971年、1972年も夏ダイヤ期間はクラーゲンフルト発着であり、冬ダイヤ期間は1970年から71年冬と同様のパターンで発着駅が変わった。クラーゲンフルト方面でもツェルアムゼー方面でもオーストリア国内での停車駅は T としては異例に多く、 ほとんど各駅停車のようになる区間もあった。1971年のインターシティも黄色が4号線。1971年夏ダイヤ改正で T の列車番号の付け方が改定され、ブラウェル・エンツヤンの列車番号はそれまでハンブルク業が奇数、ミュンヘン、オーストリア方面域が偶数だったのが逆になった。年冬ダイヤ改正で 西ドイツ国鉄は4系統からなるインターシティモーを創設し、T もインターシティモーの一部に位置づけられることになった。ブラウェル・エンツィアンはハノーファー・ミュンヘン間において IC4 号線の列車の一つとされた。IC4 号線の北端は本来ブレーメンであり、ハンブルク・ハノーファー間は IC3 号線の一部であるが、ここではハノーファー・イナンで、 IC3 号線経由となる T ローラントとハノーファーで入れ替わる形で運転された。ハノーファー中央駅でローラントと相互に接続するほか、ビュルツブルグ中央駅では IC2 号線のインターシティ、ニンフェンブルク、ヘレンハウゼンと相互に接続していた。なおビュルツブルグミュンヘン間では本来 IC4 号線がニュルンベルク、アウクスブルクに停車するジグザグ状の経路を取るのに、 対し、IC2 号線はそのどちらも経由しない、最短経路をとっていたが、ブラウェル・エンツィアンは、従来通りアウクスブルクには停車するものの、ニュルンベルクは通らず、代わって、ニンフェンブルク、ヘレンハウゼンが、ニュルンベルク経由となっていた。当期のツェルアムゼン発着の編成は、乗車率が低く、さらに、ローゼンハイムでの分割、併合作業に時間がかかることから、 西ドイツ国鉄は1972年には、セルアムゼへの分岐を打ち切ろうとした。オーストリア国鉄の主張により1972年から73年冬、ダイヤでは、前年同様に分岐が行われたが、北高列車の併合駅は、ミュンヘン中央駅に変更された。ミュンヘンはもともと10分停車であり、併合作業のために停車時間が延びてもそれほど影響はないとされたためである。 しかし1973年から74年冬、ダイヤ期間以降は、ゼルアムゼへの乗り入れは行われず、クラーゲンフルト、またはザルツブルクへの延長のみが行われた。ブラウェル・エンツヤンの走行経路の変遷。赤、1970年青、1979年緑、1991年1979年夏のダイヤ改正で、西ドイツ国鉄は、 IC79 と呼ばれるインターシティ網の改革を行い、すべてのインターシティが二等車を連結するようになった。この時、ブラウェル・エンツヤンも一等専用の T から二等車を含むインターシティに種別を変更した。同時に、ミュンヘン以北の経路も IC2 号線経由に変更され、運行区間は南港がドルトムント発ミュンヘン経由、クラーゲンフルト行き、 北港はクラーゲンフルト発ミュンヘン、ドルトムーンとハノーファー経由、ブラウンシュバイ区域となった。ハノーファーブラウンシュバイ区間はインターシティの基本ネットワークからは外れた区間である。またビュルツブルグミュンヘン間は北港が直行経路を取るのに対し、南港は本来 IC4 号線の経路であるアウクスブルク、ニュルンベルクを経由した。 またザルツブルク・クラーゲンフルト間は、急行列車扱いであった。この時、改正前のブラウェル・エンツアンとほぼ同じダイヤで、ハンブルクとミュンヘンを結ぶ列車として、国内、T ・ディアマントが新設された。ハノーファーでの T ・ローラントと、相互接続も引き継がれたが、停車駅は、ブラウェル・エンツアンとはやや異なり、ニュルンベルクを経由した。マントは2年後の1981年夏、 ダイヤ改正で廃止されている。1980年夏ダイヤ改正からは、国際列車に対してもインターシティという種別が用いられることになり、ブラウェル・エンツィアンは全区間で国際インターシティとなった。1981年ダイヤからは、運行区間は往復ともドルトムーンとクラーゲンフルと間となっている。1八十七年夏ダイヤ改正で国際インターシティの多くは、 ユーロシティに種別を改めた。この時、ブラウェル・エンツィアンもドルトムーンとクラーゲンフルト間のユーロシティとなった。またこのダイヤ改正から編成の一部を途中で分割し、グラーツとリュブラナまで直通した。1991年夏ダイヤ改正では、ドイツ国内のインターシティ網が再編された。この時、ブラウェル・エンツィアンは、 ドルトムントミュンヘン間の走行経路を変更し、ドルトムントケルン間では、エッセン、デュッセルドルフ経由に、マインツとミュンヘンの間では、マンハイム、シュトットガルト経由となった。また、同じドルトムントクラーゲンフルト間を結ぶ、ユーロ式として、ベルターゼーが新設された。ベルターゼーは1958年以来ドイツとオーストリアを結んでいた、国際急行列車であるが、 ティーにもインターシティにもなったことはなかった。2002年冬ダイヤ改正で、ブラウエル・エンツヤンという名の列車は廃止された。ただし同じ列車番号で、トルトムンとクラーゲンフルト間を結ぶ列車は、ベルターゼーの名で存続した。ベルターゼーは、同改正の直前までザールブリュッケンとクラーゲンフルトを結ぶ列車であったが、この系統の列車はこの時廃止されている。2010年から11年冬、 ダイヤ時点においては、ユーロシティ、ベルター勢は、南港は、ミュンスター発クラーゲンフルト行き、北港は、クラーゲンフルト発ドルトムント行の列車である。ドイツとクラーゲンフルトを結ぶユーロシティは他に3、往復あり、ドイツ側の発着地は、フランクフルトアムマイニやミュンヘンなどである。この他フランクフルトやザールブリッケン、ミュンヘンなどと、グラーツやリブラナ。 ザクレブなどを結ぶユーロシティも存在し、これらを合わせると、ミュンヘン・ビショフス方辺間では、約2時間間隔の運転となる。T 時代のプラウェル・エンツヤンの停車駅は、以下の通り。1971年5月23日からは、フル駅に代わって、ベイブラ駅に停車している。ベイクマン客車、編集ベイクマン客車の展望室。 外観1953年末から1959年にかけて、ブラウェル・エンツヤンでは1930年代にベルリン・ドレスデン間で運行されていた列車、ヘンシェル・ベイクマンツークの客車をベイクマン車で改装したものが用いられた。この客車は、元は2等車と3等車のみであったが、5両編成のうち、 編成端の部分を一等展望室とし、また中間車にあった三等コンパートメントをつなぎ合わせて二等席とした。ただしブラウェル・エンツヤンの運用には往復でに編成が必要であったが、旧ヘンシェル・ベークマンツークの客車は一編成しか存在しなかった。このため往復の打ち方法は一般的な特急列車用の客車が用いられた。1959年には、 ベイクマン客車の運用は終了し、戦後製の客車に置き換えられた。T.IC. 客車、編集、T. 西ドイツ国鉄 T.IC. 客車を、参照1964年から1965年に、かけて、1962年に、ラインボルト、ラインプファイル向けに製造されたのと同型の客車が、追加で製造され、ブラウェル・エンツェアント・ T. ヘルベティアに当てられた。 ただしラインゴールとラインプファイルの象徴でもあったドーム式の展望車は含まれず、変わって一等コンパートメントバーゴー作り車が連結された。また食堂車も平屋構造のものが新規に設計された。塗装はクリーム地に赤帯の T 標準色である。1965年当時の編成は一等コンパートメント車2両、一等開放座席車2両、一等、 コンパートメントバーゴー作り車、食堂車の6両である。繁忙期にはこれに1等コンパートメント車、開放座席車、各1両が加わった。1969年夏ダイヤからは1等、バーゴー作り車は1等コンパートメント車に置き換えられた。またこの時から1等車3両と食堂車の4両をクラーゲンフルトまで直通させるようになった。残る客車はミュンヘンで切り離された。 当期にはこの2両がセェルアムゼーまで直通した。1971年夏ダイヤからは一等バーゴー作り車の連結が復活した。冬にはこの車両はセェルアムゼー編成に連結された。セェルアムゼー駅の留置線の制約から同方面への客車は最大3両に制限されていた。一等、バーゴー作り車の連結は1975年に、 再び取りやめられた。1979年の12等インターシティカ後は、西ドイツ国鉄のインターシティ用二等車が連結された。1950年代初めの時点では、ブラウエル・エンツィアンは、多くの区間では、蒸気機関車牽引であった。例えば1955年夏ダイヤにおける、牽引機関車は、以下の通りである。1965年までには、 走行経路の前線が電化され、電気機関車牽引となった。当初は e 1型や e 十点一二型が用いられたが、九百六十六年以降は e 零三型が主となった。オーストリアのリレーレ後は、ミュンヘンで方向転換とともに、機関車を交換し、ミュンヘンクラーゲンフルとセルアムゼ税関を、オーストリア国鉄の千十系、千四十二点五系、千四十四型、 4061型などが牽引した。ありがとうございます。